自動車駅、自動車駅とは、日本国有鉄道の自動車路線におけるバス、停留所や、バスターミナルにさばき施設のうち、鉄道駅と同等の業務を取り行う、施設の名称。本校では、以下、日本国有鉄道自動車局の事業については、旅客輸送、貨物輸送にかかわらず、国鉄バスと表記する。国鉄バスには、鉄道の補助、代行という使命があり、 運賃体系は異なるが、国鉄線の一部という扱いとなっていたため、鉄道と同様の旅客扱い、貨物扱いを行っていた。需要が多いと判断された場合は、鉄道駅と同様に乗車券の発売窓口を設置する必要があった。また、1984年1月31日までは貨物輸送も行っており、鉄道の貨物駅で、 トラックに積み替えた貨物の裁きを鉄道駅以外の場所で行う必要もあった。このため、乗車券類の発売や貨物の荷裁きなどを行い、鉄道の代行としての使命を果たすために設置された施設が自動車駅である。国鉄バスでは鉄道線との通し、乗車券を発売していたため、旅客扱いを行う自動車駅では駅舎を設置し、 乗車券の発売を行っていた。拠点停留所以外でも、バス停留所近くに発見窓口を設置した上で、乗車券の発売を行っていたケースもあり、必ずしも自動車駅はバスターミナルと同義ではない。一部の自動車駅では、貨物の取り扱いも行っていたほか、貨物専用の自動車駅も存在した。バス駅とも呼ばれる、独立した敷地を有する自動車駅の場合、 単独のバスターミナルとして設置されていることが多いが、車庫の一角に駅としてのスペースを置いたり、敷地内に営業所の建物とは別に駅舎を建てるケースもある。折り返しの運行系統が存在しない場合でも、独立した敷地を有することもある。また、松山高知急行線の内で駅のように、駅舎以外に独立した敷地を有さないにもかかわらず、バスターミナルとしての機能を有していた例もある。 白鵬線や坂本線のバス専用道の自動車駅ではホームワイヤなどの構造も鉄道駅に近いものとなっていた。これらの自動車駅では鉄道駅と同様の業務形態とすることもあった。例えば、1985年頃の滋賀角札高原線の草津温泉駅では改札口を設置しバス便ごとに乗車改札を行っていた。東名高速線の東京駅では 改札口はないものの、バス乗車口において、乗車改札を行っている。窓口では、バス乗車券だけでなく、鉄道との投資、乗車券も発売した。一部の駅には、緑の窓口も設置されており、座席指定券を購入することもできた。また、一部の駅を除いて手荷物、小荷物の扱いも行っていた。鉄道駅へ乗り入れている場合、鉄道駅の窓口で、 バスについての営業を行うことが多かったが、バス乗車券の扱いが多い場合は、バス独自の窓口を設置するケースもある。例えば、東名高速線の東京駅では、国鉄バス、東京駅として独立した窓口があり、乗車券券面の発行箇所表記も、自東京駅、実際には、丸の中に、自と記載することで、区別されていた。地方の駅では、 窓口業務を外部に委託していた。日本交通観光社が受託会社となっていたケースが多いが、彦江線の村所駅のように自治体が受託していたケースもある。また、国鉄バス乗り入れに際し、運輸協定の中で他のバス事業者に窓口業務を委託した例も、美白線の三笹温泉駅、日の丸自動車に委託などに見られる。この他にも実質的には、 鉄道駅でありながら、自動車駅が窓口業務を行っていた駅があった。岩泉線、岩泉駅、岩泉駅前駅、旧久寺線陸中野田駅、陸中野田駅前駅、道線普代駅、普代駅前駅、小芝北線九ずり湖駅、九ずり湖駅前駅がそれに該当する。これらの駅では、鉄道券を購入しても、発行駅名は、駅前駅となっており、 自動車駅としての発行となっていた。2000年、岩泉駅での JR バス乗車券取扱い廃止により、鉄道券の駅前駅発行がなくなり、2008年の九次海岸線及び陸中野田駅前駅が廃止となり、このような形態は姿を消した。なお、運賃区会停留所も自動車駅と同様の扱いとされて、鉄道との通し乗車券を発見することができた。 運賃区会の停留所は駅員も配置駅として運賃区会停留所でない停留所は乗降場と扱いとなる。いずれも設備としては駅名標、バス停留所ポールのみである。貨物を取り扱っている自動車駅ではトラックの荷さばきの施設を有する必要があった。鉄道との接続駅では国鉄直営であったが、 自動車駅での貨物扱いについては1942年4月の貨物取り扱い制度の改めにより日本通運に業務を委託していた自動車駅に隣接して日本通運の営業所が設置されているケースや北山線の品野山寺駅長野県茅野市と与平のように同じ施設で自動車駅兼日本通運の合所となったケースもあった鉄道とバスの特性の違いから 場合によっては、自動車駅は、鉄道駅よりも利便性の高い場所に開設される、ことがあり、町の中心駅として扱われることもあった。やや特殊な例であるが、宮脇春蔵が、宮田線に乗車した際に、タクシーの運転手に、宮田の駅までと告げたところ、タクシー運転手が、筑前宮田駅の存在を知らず、国鉄バス直方線の宮田町駅に最初に入れて、行かれたエピソードがあり、 このタクシー運転手にとっては、宮田町の駅といえば、国鉄バスの駅であるという意識があったとみられる。また、京鶴線の周山駅では、かつて駅前に京都交通の路線バスが発着していたが、停留署名は周山駅前と鉄道駅と同等の扱いであった。観光地などでは、観光の拠点として機能していることもある。例えば、前述の草津温泉駅は売店。 食堂のみならず、タクシー乗り場、送迎車両待機、スペースレンタカー営業所が併設されている分割民営化後、JR バス分社化に伴い、同じ JR 同士であっても、鉄道とバスは連絡運輸の扱いとなった。また、連絡運輸のうち、取り扱いの少ないものについては廃止されている。鉄道との連絡乗車券を発売しなくなったため、 自社の乗車権類のみを発見するようになったり、窓口営業自体が廃止されるケースも増加している。窓口営業が廃止された後も、待合室や乗務員の宿泊設備などが設置されている場合は、建物はそのまま残され、JR バスから他の事業者に移管された後も継続して使用されることもあるが、近年は駅舎の老朽化に伴い解体されるケースや、 交通量の多い道路沿いにあることから、賃貸店舗に改築されるケースもある。一方、営業所や支所、創車車などの運行拠点と併設されていた自動車駅の場合は、定期券や回数券などの発売のために窓口営業が継続されている。北札線の薩摩郡山駅のように移転改築された後も窓口営業が継続されているケースもある。また、 塩原線の塩原温泉駅やケ鶴線の修山駅のように JR バスが撤退した後の代替交通機関との乗り着ターミナルとして機能させるケースもある。変わったケースでは瀬戸南線の瀬戸記念橋駅と瀬戸大分駅の窓口閉鎖と同時期に別の場所、名鉄瀬戸線終わり瀬戸駅前のパルティ瀬戸内でチケットカウンターとして営業を開始したレーモル。 国鉄バス以外でも、鉄道駅以外で、駅を名乗る、停留所は存在する。ただし、鉄道駅に由来するものが多い。鉄道廃止以前からのバス停名であったり、廃止後の代替輸送を行う、バス事業者で、駅のつく名を名乗っているケースが、比較的よく見られる。例えば、1999年10月4日に廃止になった神原鉄道の村松駅は、 鉄道の廃止後もカンバーラ鉄道のバスターミナルとして、村松駅前から5 0駅、鴨モ駅に子会社のかばの鉄小型バスで路線を運行しているが、そのように近年の駅の廃止後も、駅前を名乗り続ける例は多い。鉄道駅由来でない例としては、鉄道線と連絡運輸を行っているバス事業者が、乗車券を発売している窓口をバス停留所に設置した上で、駅と称した名残で、 窓口が廃止された後も停留署名に駅が残っているものがある。例えば、神奈川中央交通では、会社の歴史上鉄道事業を行ったことはないが、多くの自動車駅を持っていた。1987年時点で21駅。ためか、2017年現在も金名駅、豊田本郷駅、大仙駅の3カ所に駅の字が残っている。最後まで残っていた金目駅の旧駅舎は、 2008年に撤去された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。